ハリマ自動車道は、兵庫県タ野市から、市総市へ至る高速道路である。略称は、ハリマ道。高速道路ナンバリングによる路線番号は、中国自動車道作用ジャンクション間 E2A と重複ナンバリング、鳥取自動車道とともに E29 が割り振られている。タ野市と愛イ市との境界付近タ野市新宮町に、カシノで撮影法令上の正式な路線名は、 鳥取自動車道と合わせて中国横断自動車道、姫路鳥取線であるが、現在の開通区間は、政令上、山陽自動車道の開発インターチェンジとして建設された。現時点では一区間しかない。また、針間と名を関するが、針間区に及びに、兵庫県双方の区域としても生誕近くを通る。未開通部分の針シ新宮インターチェンジ思想、JCT 間について、 西日本高速道路は2021年度の開通を目標に事業を進めており、2017年現在では用地取得、工事を行っている段階である。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。